まだ早いし、どこかへ行く？困りごとなら地甲子にか。戸籍管理の効率が悪すぎる。龍女様のことでジョーちゃんを探してたんだ。ほら、ジョーちゃんは腕が立つだけでなく、龍女様を助けた件で彼女に深く信頼されているだろ。魔音の実から彼女を守ったじゃないか。それは生死を共にした仲ということだ。お前が会いに行けば彼女も一目散に逃げ出したりはしないだろう。実は寿命族の龍女である白露様がまた探偵師から逃げ出したんだよ。ああ、ちなみにまたっていうのは、この龍女様がおてんばで、彼女が逃げ出すことは地甲子では日常茶飯事だからだ。お前、泉州に来るのは今回が初めてか？最初から説明するのは骨が折れるが、仕方ない。寿命族は泉州同盟を作った三大種族の一つなんだ。彼らの体には俺たち泉州人とは違う血が流れている。寿命は生まれつきある種の生命力を持っていて、普及からの贈り物だとか言われているんだ。他のことについては今日の話とは関係ないからいいだろう。
竜女は役職とは違う。多くの人が彼女を呼ぶときに使う愛称みたいなものだ。寿命族には竜尊っていう代々受け継がれてきた称号がある。要するに一族の王様みたいなものだ。ただその称号は竜僧を持ち、竜神を伝承する者しか受け継ぐことができない。白露様こそ羅府寿命族の未来の竜尊だ。噂によれば白露様は患者に触れたり涙を流したりするだけで傷を癒すことができるらしい。そんな力を持っていてもさらなる医術を学ぶために探偵師に入ったことから、みんな彼女を寛薬の竜女と呼んでいる。別に閉じ込めているわけじゃない。ただ寿命族の慣習は先週人のそれと少し異なっている。白露様は才能に恵まれているだけでなく寿命族を継ぐものだから、一族が彼女の行動に目を光らせるのも無理はない。それに白露様のおてんば加減は尋常じゃなくて、いつも隙を狙っては住居から抜け出してしまうんだ。これまでに竜女様が抜け出した時は俺たち地公子が後を追って彼女を探偵師に送り返していた。だが今回は状況が違う。性格による災いのせいでいつまでたっても人手不足の問題が解消されない。それに竜女様を捕まえたとしてもしばらくは送り返すことができないんだ。お前が知っているかどうかはわからないが、何者かの手によって探偵師に関わる複数の同店が閉鎖されてしまった。今はあそこに入れるやつも出られるやつもいない。音信不通ってやつだな。どうにも陰謀の匂いがする。それは俺も気になるところだが、おそらく同店が閉鎖される前に抜け出したんだろう。もしかしたら彼女なら探偵師で何が起きたか知っているかもしれない。それは他の同店の遺憾に駐在している医師たちだろう。彼らにも事情を聞いてみたが何も知らないようだった。お前に頼みたいことは二つある。一つ目は竜女様を見つけること。彼女を見つけたら探偵師の同店の閉鎖が解かれるまで面倒を見てどこにも行かせないようにしてほしい。二つ目は少し理解しにくいかもしれないが、もう彼女に魔音の実の治療をさせないでほしいんだ。人手が足りないんだよ。竜女様は悪知恵が働くから、おとなしく地公子の看護にいるように言っても俺たちの目を盗んで抜け出そうとするに決まってる。何しろ以前もそうだったからな。抜け出すこと自体は罪に問われるものじゃないし、彼女みたいな身分の方を俺たちが牢に閉じ込めるわけにもいかないだろ。だからお前に頼むしかないんだ。
魔恩の実は病気じゃないんだ。たとえ寛薬の流女であってもその進行を遅らせることくらいしかできない。お前たち短命種だって老衰を病気だとは捉えないだろ。それと同じことさ。老衰は遅らせることはできてもいつかは必ず訪れる。先週人にとってそれが魔恩の実だ。ただそれは死よりも恐ろしい。魔恩の実は先週人の血に流れる避けられない呪いなんだ。先週には昔から魔恩の実に対応するための手段がある。誰かが魔恩の実に落ちると獣王子の名鎖や半眼たちが迎えに来る。要するにこれは探偵士が口を出すことじゃないんだ。それに魔恩の実は確かに恐ろしいものだが制御さえできれば害にはならない。この凋落天には地甲子と運気軍がいる。予想外の出来事にも問題なく対応できるだろう。竜女様が魔恩の実の発作を抑えると獣王子が該当者を見逃してしまう可能性がある。竜女様に治療を続けさせることは魔恩の実が町にあふれ恐慌を引き起こす未来を黙認することに他ならない。予想外の危機が訪れた今、魔恩の実への対処も子供の遊びで済ませてはならない。もっと慎重に対応するべきなんだ。お前は軽元将軍と不元様の貴賓だ。地甲子も当然お前に厚い信頼を寄せている。こう言っては失礼かもしれないが今の探偵士は疑わしい。竜女様を連れ戻そうとする人物に出会ったら注意した方がいい。いい返事だ。戸籍管理の効率が悪すぎる。リクロ様、私の言うことを聞いてくださいと言いましたよね。あなた様が力を使うと注目を浴びてしまうでしょう。私たちには他にやるべきことがあるのですよ。わしは患者を治療しておっただけじゃ。それにさっきは主もいなくて。そういえばどこに行っておったのじゃ。私の体の事情は白露様が最も詳しいでしょう。広場に獣王子の人間がいたら私は。
あなた誰なんですか？獣王子の名鎖ではないようですね。人を驚かせないでください。今回わしが探偵使を抜け出し離れたのは、正式に認められた外出問診のためじゃ。別に勝手に出てきたわけではない。この医者の小娘が証言してくれる。白露様、落ち着いてよく見てください。彼女は探偵使の人間ではありませんよ。わしを驚かすでない。ん？待て、主には会ったことがあるぞ。さっきの広場でわしが魔音の実に囲まれていた時、主が奴らを倒してくれたじゃろ。覚えておるぞ。ちょうどいいところに来てくれた。ハンカよ、主はこれからどうやって行けばいいかわからぬと言っておったな。この小娘は体が丈夫で武芸にも優れておる。必ず助けになってくれるぞ。いいえ、白露様、私は彼女を信用できません。お帰りください。の方に、白露様は私たち探偵士が面倒を見ますので、余計なことを気にかける必要はありませんと伝えてください。二人とも喧嘩をするでない。あそこに探偵士の者がおる。まずはわしらが隠れるのを手伝え。話は後じゃ。客はみなここに来るのが好きなんだ。どうしてかわかるかい？早くして、待ってる間に眠くなっちゃいそう。だのなんだの、僕は信じないからな。レンジフードの掃除から精査の修理まで。早くして、待ってる間に眠くなっちゃいそう。
白露様、こちらへ。うむ、主、話なら後でしてやるから、早くあやつを追い払ってくれ。頼んだぞ。とりあえず話を聞いてみて、それからどうするか決めよう。鬼だのなんだの、僕は信じないからな。そこの方、少しよろしいですか。お聞きしたいことがあるのですが。前年も枯れていた木がまた伸び始めた。そうせかさないでください。僕だって焦っているんですから。まずは質問を最後まで聞いてもらえませんか。探偵士の服を着たあなたと同じくらいの身長の女性が私場の方に向かったはずなのですが、見ていませんか。僕は彼女の同僚なのですが、どうにも避けられているようで。そうでしたか。ありがとうございます。私場の方で探してみます。うちに僕が探している人はいない。随分と確信を込めた口ぶりですね。では逆に聞きますが、あなたは何者ですか。前年も枯れていた木が。誘ってないけど。ランス、戦闘準備。ふん。もっと。ないわ。それ。ハイになれ。誘ってないけど。誰かな。この探偵士の意思は何かおかしい。もう少し詳しく調べてみよう。服装を見る限り、この人は探偵士の意思みたいだ。もしかしたらこの人が大号の言っていた疑わしい。持っていこう。
持っていこう。持っていこう。持っていこう。いや、やっぱりやめておこう。持っていこう。ここには誰もおらんぞ。主が戻ってきたということはもう安全ということか。そっちに行く。それでどうじゃった？どうせあやつはわしを探偵師に連れ戻そうとしておったんじゃろ。とっくに察しはついておるぞ。ほれハンカ、この小娘は信用できると思わんか。彼女は確かに私たちを助けてくれました。しかし事態が複雑になるのは避けたいので。すみませんが、やはり私たちのことは放っておいてください。はあ？ハンカを探してどうする。きっとあやつはわしを捕まえに来たんじゃ。どうして。探偵師の医師が探していた相手がハンカだと示せる証拠はどれだろう。これが証拠だよ。この手紙は。待て、主、薬王秘伝の名は聞いたことがあるぞ。確か魔音の実と儒家の王を崇拝する熱狂的信者じゃったか。じゃが、ハンカは違う。彼女はわしに魔音の実を直してくれとまで言ってきた。
白老様、そのことは絶対に他の人には話さないと二人で決めたではありませんか。魔音の実の治療、怪しい。彼女が薬王秘伝だと示す証拠はないかな。ちょっと待って、もう少し探してみる。ちょっと待ってもう少し探してみる。これは薬王秘伝から手に入れた処方箋。白露、見てみて。この処方箋の筆跡、主がくれた紙に書かれていた字と全く同じ。じゃあ主は本当に薬王秘伝のものなのか。ふん、半家の嘘つき、この大嘘つきめ。ごめんなさい、白露様。確かに私は薬王秘伝のもの、そしてあの探偵士の意志もきっと私を捕らえるために使わされたのでしょう。ですが私は決して白露様を傷つけようとしたわけではありません。むしろ白露様を連れ出して安全を確保しようと。同店を出る前に白露様と取引をしたのです。このことだけは絶対にやり遂げなければ。お願いですから彼女を連れて行かないでください。先に白露の話を聞いてみよう。傷や病は治せても悪しき心は治せぬ。本当に探偵師から逃げ出す手助けをしてくれる者が現れたと思ったのに、はあ、もうよい。イライラすると背が伸びなくなる。もう繁華のことで怒るのはやめじゃ。わしも話に聞いたことがあるだけじゃ。探偵士の官位台にある書物を読んでいなければこの泉州で薬王秘伝という言葉を知らなくとも無理はない。昔、どれくらい昔じゃったか。とにかく長明主にとっても随分と前の話じゃが、泉州は儒家の王を信仰する組織を根こそぎ排除したことがある。なぜかというと薬王秘伝の連中の気が狂ったからじゃ。奴らは本当の意味で頭が壊れてしまった。先週人は魔音の実になる宿命から解放され、再び恒常なる若滅に戻ることを望んでおった。しかし薬王秘伝は魔音の実は祝福であると、平凡な命からの進化だと考えたのじゃ。聞こえはいいが、つまりは自分が理性のない化け物になることを許容するということじゃろ。そこで運気軍と獣王氏が手を組み奴らを一掃した。じゃが鳴りを潜めることと伝承が絶たれることは別の話。病と同じように症状が顕著に現れないものこそ本当に厄介なのじゃ。あやつらは消えていないどころか水面下で密かに勢力を広げておったらしい。その質問を先週人は何千回も
自分自身に問いかけておる。数えきれないほど多くの医術に通じる者たちがその呪いを解くために研究に没頭してきた。残念なことに、いくつかのもっともらしい答えを除いて誰も結論には至っておらぬがの。儒家の王がもたらしたものは波の生命を持つものでは見抜けぬとしか言いようがない。魔音の身に落ちた先囚人はすぐに獣王氏の名鎖や判官に連行される。わしは彼らが旅立つ前にその痛みを少しでも和らげてやれたら尊厳を持って行くことができるのではないかと考えただけじゃ。ただ地公子の者が言ったことも間違いではない。そんなことわしにわかるわけがないじゃろう。奴らの顔に我こそが薬王秘伝なりと書いてあるわけでもあるまいし。申し訳ありません。白露様に真実を打ち明けることができませんでした。ですが私にはやむを得ない事情があって。私は龍女様に恋人の救済を頼みました。ですから交換条件として彼女を連れて探偵師から逃げるとの約束を。寿命族の掟に反することをした以上、探偵師は必ず私に罰を下すでしょう。ですがそんなことを気にしている場合ではありません。あの人が死ぬところを黙って見ているなんて私にはできない。ですから私に残された時間は多くありません。構いません。聞いてください。逃げてしまえば大丈夫だと思っていたんです。まさか追っ手が来ると。薬王秘伝に加入したこと、そこで経験したことをどうしても彼女には打ち明けられなかったのです。主はわしによくしてくれたが、隠し事をするべきではなかった。大人が何を隠したか、それを当てなければならぬ状況は大嫌いなのじゃ。頭が痛くなる。彼の名前は良木。薬を求めて青州にやってきた短命種です。以前の私は短命種のような儚い命がもがき苦しむ必要などあるのかと疑問に思っていました。ですが病の苦しみに耐えながら治療を受ける彼の姿を見て、私の胸はぎゅっと締め付けられたのです。あの感覚は甘く、そして苦しかった。
生まれて初めての経験でした。まさか自分が短命種を愛してしまうなんて。そこで私は白露様の存在を思い出したのです。普通の人間の病であれば龍女の涙で治療することができる。しかし白露様が自ら行う問診はすでに30年先まで埋まっていました。ですからこのような方法を取るしかなかったのです。白露様、お許しください。私にはすでに魔音の実の兆候が現れています。薬王秘伝は魔音の実を当然とみなしていて、常に奇怪な薬で発症を促進させているのです。私も例外ではありません。しかし両目に出会ってから私は当選を恐ろしいことだと考えるようになりました。不老長生になったとしても彼がわからない、彼を思い出せない、あるいは彼の知らない姿になってしまったらと。ですから私は薬の服用をやめて逃げ出したのです。道中は龍女様の助けもあって無事にここまで来ることができました。ふん、確かに隠し事はしておったが、こやつの恋人を助けると約束したからの。長年診察を続けてきたが、人が苦しむ姿を見るのは未だになれ。白露様、ハンカ、これからどうしたいか言ってみろ。私は薬王秘伝や獣王子の人間に捕まりたくありません。誰にも見つからずに龍雲私まで行く方法を探さなければ。して待ってる間に眠くなっちゃいそう。軍人骨格は皆ここに来るのが好きなんだ。センサーを直せる？地高寺の高台だ。急ぎの用があるなら漢画の中に。まさか漢役の龍女様。正式な手続きが必要なことなら漢画の中に入ってくれ。大吾や松園がいるはずだ。俺は末端の役人、龍女様に関することでは役に立てそうにない。おい、もっと声を落としてくれ。誤解しているようだが、俺じゃなくて友人の船だ。分かったか？俺の友人なら星座の通行許可証を持っているから、すぐにここを離れることができる。俺じゃない、決して俺じゃないからな。はいはい、もう分かりました。
それで乗せてくれるんですか？くれないんですか？もちろん乗ってくれて構わない。ただ大きな声は出さないようにしてくれ。金さえもらえれば俺が送って、ああいや、俺の友人が送ってくれるから心配はいらない。それで今すぐ出発するか？それで今すぐ。魔音の実の兆候が顕著になってきた。氷炭の中に安心薬がある。出発する前に少し飲んでおけ。ありがとうございます、リクロ様。ですがこれ以上時間を無駄にするわけにはいきません。私が竜雲私に隠れているよう言ったのです。薬をヒデに見つからないようにするためには彼を竜雲私のコンテナの中に隠れさせるしかなくて。私が両目に不老調整の薬を届けると約束したからです。彼には私と同じ先週人になってもらわなければなりません。主はそれが泉州の法における重罪十条のうちの一条であることを知らぬのか？いいえ、知っています。ただ当時の私は探偵師に古の飛躍を再現している人がいるということ以外、薬王秘伝の内情については何も知りませんでした。しかし私は間違って、あれは調整の祝福などではありません。それどころか切烈な模倣とすら言えるものでは。人は化け物に変えられた、違うか？あの狂人たちは短命種を薬の材料、消耗する実験体としか見ていません。私に残された時間は多くない。最後の薬しか道は残されていなかったのです。ええ、そうです。ヤクロ様、私たちの取引は覚えていますよね？主はわしが探偵師から逃げるのを手伝い、わしは主の恋人を助ける、じゃろ？ありがとうございます、白露様。私と両目が約束した場所はあちらです。行きましょう。ダメ、彼を忘れてはいけない。あそこに行かないと。まずい、上事を言い始めた。もう安心薬が効く状態ではない。放電せねばならん。
行ったの？ここで落ち合うと約束したのに。頭が痛い。どうして？ヌシ、早く手を貸せ。ハンカは休ませて、わしらで何とかせねば。動くでない、ハンカ。でも、彼がいません。彼を探さないと。ハンカ、冷静になるんじゃ。医者の言うことを聞け。主、何か手がかりがないか、付近を探してきてもらえぬか。ハンカの恋人が理由もなく約束をたがえるとは思えん。病人の看病は任せておけ。なんといってもわしは探偵師の寛役の流女じゃからな。このエリアを中心に手がかりが残されていないか探してみよう。動くな。薬効を塗らせてくれ。あの日、病人たちは横になっていたのに、彼だけが樹林の絵を描いているのを見て、つい出来心で声をかけてみたんです。体を休ませずに何をしているのかと。彼はウェンワークの樹海を見に行きたい。やりたいことを実現するためには未来を描き続けなければならない。たとえ投獄されようとも強制送還されようとも、必ず病を治してみせると言いました。それまでの私にはやりたいことなどなく、ただひたすら医療に従事する毎日を送っていました。時々このまま次の100年に進めばいいのに。人生は退屈でしがなく、命の終わりまで早送りされても構わないと思うことがあります。これからの歳月で何が起こるのかなど知りたくもありませんし、自分が一生の中で何を経験するかなんて興味もありません。どうせ取るに足らないつまらないことでしょうから。両目の話を聞いた瞬間、私は急に悲しくなりました。人の一生がこんなものであっていいはずがない。少なくともその人生の所有者が無関心であってはならないと気づいたのです。両目は私の目を覚ましてくれたのです。私の目には彼が輝いて見えました。すまんが、その感情についてはよくわからぬ。白露様、あなたはどうして探偵師から逃げようとするのですか？人の病を治すことが好きなのでしょう。わしは確かに病を治す能力を持って生まれてきた。じゃがそれが好きか嫌いかと問われると、どう答えればいいのかわからん。物心がついた時から医術を学んできたが、好きかどうかなど誰も聞いてはくれんかった。寿命族の老いぼれも気にせんかったし、わしも気にしたことはない。治療は食事をしたり水を飲んだりするのと同じで何も感じない。強いて言えば嫌いかもしれぬな。じゃが
わしの力で誰かの病が治り、その者が元気になるのなら好きだと思える。じゃから主も元気を出せ。いたあなた様のこと少し理解できた気がします。孫悟の意志、うんよ、来い。薬王秘伝の手下に追われて場所を移すしかなかったみたい。あの二人に教えよう。どうじゃ、何か見つかったか？薬王秘伝に目をつけられていたのですか？彼が無事でよかった。私たちも進みましょう。ならん。今の自分の状況が分かっておらぬのか。安心しろ、わしが両目を見つけて直してやる。おい、主は繁華を聖査会の遺憾まで送ってやってくれ。いいえ、自分の状況を理解しているからこそ私は考えを変えたのです。最後に一目でいいから彼に会いたい。手を貸してくれますよね？あなたにも頼みたいことがあるんです。あなたは魔音の実がいかに危険か知っている。その時が来たらどうか龍女様を守ってあげてください。その言葉を聞いて安心しました。気づいたのじゃが、この辺りには薬王秘伝の手下どもがうようよしておる。私のような裏切り者が出たのですから、彼らもじっとしているわけにはいかないのでしょう。もしどうにもならなくなったら私を引き渡してください。裏切り者の処理にこれだけの人数が必要なのか？なってないわ。くるくる、私が守る。感謝してね。ふっと、くるりん。考えても無駄。それ。ランス、戦闘準備。何見てるの？
自分の意志で結末にたどり着いてみせる。白露様、私もうダメかもしれません。ふん、あやつめ、おらんではないか。まさかまた別の場所に逃げたのか。白露様、気をつけて。お前たちがここに来たということは、知恵は失敗したということか。おや、これはこれは龍女様ではないか。手柄を挙げて過ちを償うつもりか。てってって、しらじらしいことを言うな、このアンポンタン。わしの尻尾でボコボコにしてやる。クサガキ、お前は後で始末してやる。誰か、まずは裏切り者を捕らえて名簿を見つけるんだ。私に命令しているのですか。お前、獣王の制裁をもって。獣王氏の反乱。誘ってないけど誰かな。私が守る。この獣王氏の反乱は手ごわいぞ。ハンカ、ルシは。彼女が私の兆候に気づけば、必ず襲いかかってくるでしょう。あなたたちは何者ですか。なぜ薬王秘伝に追われているのです。彼女たちは確かに断定師の服を着ていますが、あなたは違うでしょう。そこの娘、表を上げなさい。挙動不審で焦点が定まっていない。もしかして魔音の実の兆候が出ているのですか。た、助けて、反乱のお姉ちゃん。わしらは封鎖された洞天から逃げてきたんじゃが、 あの悪い奴らがわしらをしつこく追ってくるんじゃ。このお姉ちゃんはもう立っているのも難しいのに。報告します、節医様。龍雲私の南西で薬王秘伝の残党を発見しました。ここは安全ではありません。すぐに立ち去った方がいい。誰かこの者たちを安全な場所へ。あの獣王氏の反乱、本当に変なやつじゃった。ハンカ、大丈夫か。ここまで来たのですから、引き返すわけにはいきません。最後に、彼に一目だけでも会わなければ。
この道を進んで、あの運気軍たちを避けられるか見てみよう。モール、もう彼らを気にかける余裕はありません。この先には武器を持った悪人がいますので、一般人は引き返して避難してください。見張っておる。待て、わしに考えがある。おい、主が騒ぎを起こしたりしたら、あの反乱が戻ってくるに決まっておるじゃろう。さっき運気軍と薬王秘伝が戦っておった場所に何人か倒れた兵士がおったじゃろう。こやつらに応急手当を施して、その代わりに甲冑をもらう。これなら白黒様の言う通りにしましょう。主らはわしを探偵士まで護衛する兵士だと名乗るんじゃ。きっとバレることはない。止まりなさい。こんなところで子供を連れて何をしているのですか。あなたは探偵士の寛約の流女を知っていますか。よく見たら頭に角が、背中に尻尾も。龍女様は普段から探偵士を抜け出しているという話は聞いたことがありますが、まさかご本人にお会いできるとは。それにしても、あなた、あまり体調が良くないようですね。この先には軍医が。気にしないでください。私には龍女様の助けがありますので。わしはまだいろいろ飲んだり食べたりしたい。連れて行くでない。戻らん。わしは戻らん。通行を許可します。お二人ともお疲れ様です。
ありがとうございます。どうじゃ、迫真の演技だったじゃろ。あれは何回も泣いて習得した技なんじゃ。え、へん。そういえば、ハンカは大丈夫か。カブトが、どうして、どうして取れないの。私の声、どうしてこんな声に。ているか見てもらえませんか。何か引っかかっているのでしょうか。じゃが彼女は理性を失ってはおらぬ。ミラクロ様の治療が効いているのでしょうか。ありがとうございます。あなた様がいなければ。感謝などするでない。わしの力不足で主の本来の姿を保つことができなかった。魔音の実は元より治療できません。こうして意識がはっきりした状態で玉露様と話せていること自体すでに奇跡なのです。あなた、私が前にいたことを覚えていますか。もしその時が来たら。行きましょう。私が私であるうちに。ではなく約束じゃ。主の恋人とやらはわしが直してみせる。心配するでない。すみません、私のせいであなたたちを危険なことに巻き込んでしまって。もう何も言うでない。カブト越しに薬を流し込むぞ。ありがとうございます、ヤクロ様。ですが、もう肌と兜の間に隙間を感じられないのです。着いたぞ。奴はまだ来ておらぬのか。彼は用心深い人です。書き置きの内容を覚えていますか。私一人で来てほしいと書かれていました。じゃが主はもう。あなたたちがここに立っていたら彼は出てこないでしょう。私が彼を呼び出します。ヤクロ様たちは
し離れていてください。私たちの約束を忘れないで。うむ、ちゃんと覚えておる。わかった。わしらはここを離れよう。最後に思い人に会えたと言えるじゃろうか。大人の感情は本当に複雑じゃ。あっちの方を探してみよう。あやつを見つけなければ。君たちは薬王秘伝か、それとも獣王子か。僕は何もしていない。僕に触るな。うむ、わしらは主の病気を治しに来たのじゃ。やっと来てくれたのか。さっきは薬王秘伝に追いかけられるわ、運気軍に遭遇するわ、しまいには安価の声が聞こえたかと思ったら化け物が出てくるわで、本当に散々な目にあったんだ。君たちがハンカに言われてきたなら、ハンカはどこだ？彼女は一緒じゃないのか？おい、本当のことを伝えるかどうか主が決めろ。なんだって、あの武装した化け物がハンカ？嘘をつくな。嘘ではない。主に会うために仕方なく変装しておったんじゃ。そんな、僕を連れて行ってくれないか、確認したいんだ。
まり彼女は途中で服を着替えてしまったから、この魔音の実の化け物からは何も見つからないというわけか。彼女は君たちに秘密の箱や手紙を託さなかったか？何を探しておるのじゃ。君たちは知らないのか。チッ、クソババア、何も残していないなんて、よくも僕をもてあそんだな。名簿だよ、薬王秘伝の組織に関する名簿。その名簿さえあれば、僕は薬王秘伝を脅して不老調整の薬を手に入れることができる。それに運気軍に渡せば手柄を立てられるから、先週から追い出される心配もなくなる。このクソババ、何度も約束してくれたから、この僕に変化をもたらせると信じてやったのに。結局一番大事なことを成し遂げられないなんて。いや、そもそもこの女にはできっこなかったんだ。きっとそうだ、君たちも騙されていたに違いない。君たちは騙されたんだぞ。それなのにこの女をかばうのか？信じられない。恋人？それはこの女の妄想だろ。そんなこと僕は考えたこともない。おい、まさか君たち僕がこの女の恋人だと思っていたのか？治療。なんだ？早く治療をさせろ。そしてさっさとわしの目の前から消えるんじゃ。は？よし、思いっきりやってやれ。どんなにボコボコにしても構わん。後で直せばよい。待て、君たち何をする気だ。それはならん。わしはハンカに奴を助けると約束したからの。奴の病気は治したが、これから先の30年毎日しゃっくりが止まらなくなるようにしておいた。どうじゃ、いい罰になると思わんか。わしは今も逃亡中の身じゃが、どこか隠れられる場所はないか。列車なんじゃそれ。今の泉州は猫の手も借りたい状況じゃろうから、ひとまず星座界に行くことにしよう。病人の治療や休館の対応ならわしも役に立てる。前にハンカに病気の治療が好きかどうか聞かれたじゃろ。正直なところ、わしにとっての治療は食事や睡眠と一緒で何も特別なことではない。好きかどうかなど気にしたこともなかった。じゃが、
今回の件を経験してわしが魔音の実の仕組みについてもっと深く理解していればと思うようになった。礼を言うぞ小娘、縁があれば聖茶会の屋台で会おう。この子たちを見てもらいたいんです。こんにちは、ようこそ。久しぶり、久しぶり、久しぶり。今日天気すごくいい。ありがとう、久しぶり。好き、お姉さん、クララ。これがクラーラが言っていた基地のネットワークで起きたおかしなことです。前にスバローグの助けを借りてパスカルをフォーマットし基地のネットワークに接続しましたよね。でもクラーラは意外な発見をしたんです。クラーラとスバローグがお姉さんの話をすると基地の子たちが嬉しそうにするんです。それに見てください、すごく懐いています。クラーラですら初対面の時からこんな歓迎を受けたことはありません。クラーラは思ったんです。こうなったのはパスカルの感情をみんなが共有したからじゃないでしょうか。はい、まるでクラーラたちのそばにいるみたいです。この温かい感覚、前と同じです。ここまで来れば探偵士はおろか新作府の奴らもわしを捕まえられません。た探偵士なんじゃ、主か、びっくりしたぞ。招待された身じゃというのにこうして驚かされるとは。まったく。それで、列車はいつになったら出発するんじゃ？車掌？あの帽子をかぶっても、わしより背が低い愛らしい生物のことか？のんびりした様子を見るに、しばらくは発車しなさそうじゃの。しかし、列車か。探偵士の老いぼれどもの頭では、わしがここにおることなど想像もできまい。そう考えると、列車はなかなか良い秘密基地になりそうじゃ。
ここが気に入った。招待してくれたこと、礼を言うぞ。うむ、さもなくば次からは可愛い神儀様に会えぬと思え。Mm-hmm.